京都はやっぱり紅葉が東京と違ってすごい綺麗ですね。いろんな木が色気ついてますね。色ついてますね。ならよいつもねこう余計な言葉が一つくっついたりするんですけれども、さて今ですね、またこの時期になると高夫婦の家族の会話も楽しいみたいです。あのおばちゃまがね、隣のお母様が、私は今ねヘルニアでも年末年始お掃除も大変なのにどうしようかね、腰痛がひどくって。そうしたら隣のおばちゃまが何言ったと思う。私は孫のクリスマスプレゼントで財布の中身がヘルニア。実はそうですね、今の一つの前の前作ですけれども、愛は水平線、そうですね、未だにたくさん皆様歌っていただいておりますが、今日はショートバージョンで聴いていただきたいと思います。愛は水平線。